皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン2続きをプレイしていきたいと思います。さあ、こちらが前回から開拓を始めました新しい山の町。今回はこちら、新しく交通機関を作れるようになったので、こちらの山とこちらの山、ここをつなげていきたいと思います。で、その前に、今もそうだったんだけど、こちらの山とかあっちの山とか、そういう風に呼ぶのがわけがわからないことになっているので、山の名前を決めましょうか。こちらですね、前回新しく作れるようになったこの特区作成ツール、これをやっていきましょう。これはこういう感じで、あれか、畑とか作るときと同じような感じで区画を決められるんだ。あー、なるほど。よし、そしたらこんな感じで、なんだマルベリーテラス、これがこの特区の名前になっているデフォルトの名前。あ、これ変えられますね、名前。そしたらこちらの名前、キリヤ山これでいいかこちらはキリヤ山にしましょう。これで、これは、あ、いろいろとここは、あ、いろいろ条例を作れるのか。まだこれはロックされてる状態ですね。マイルストーン5、ちっぽけな街になるといろいろ設定できる。そして住民、おー、なんかグラフが。住民の年代の割合、成人多いな。423人。で、子供が48、10代30、これどうなんだ、割合的には。高齢者が60歳以上とした場合、成人が20歳から60歳ですよね。で、子供と10代が20年間。で、成人が20歳から60歳までの40年間とした場合、子供プラス10代が成人の半分の数あれば、まあ、均一に分けられてるということなんですが、圧倒的に少ない。圧倒的に少ない。成人423人に対して210人以上ないといけないところが78人しかいない。圧倒的少子化。高齢化もしてないんだけど、ものすごい歪な人口ピラミッドを形成している。まあこれはまだ町を作ったばかりで、外からの移民が多い時期だから、まあこれでもいいのかな。これがキリヤさんのデータ。そしたら今度こっち側もやりますか。これでこちらが、デフォルトでは、スターリングクレスト。かっこいいな。スターリングクレスト。という名前。そしたらこちらのスターリングクレスト。これ名前どうするかな？東にある山。東山。少年隊になってしまう。ここはだいぶ高いのか。これも、ここの山の範囲内ですね。これがこの辺で一番高い山。あー、でも向こうの方が高いのか。どうなんだ？ここよりも高い山。こっちに高い山があるなら、向こうはこのキリアマウンテンの町の中で2番目に高い山かな。そうなるとここは、これ北岳というのがよくクイズとかに出てきますよね。日本で一番高い山は富士山ですが、2番目に高い山は何でしょうみたいな、そういうクイズがよくテレビ番組とかであったりするけど、日本で2番目に高い山は北岳。これはもうテレビでもう何十回も見てきた。ただこれが東にあるから、東岳にするか。東東山だと少年隊になってしまうけど、東岳ならいいか。東岳で決定します。そしたらこれでこの2つ、キリヤ山と東岳、この2つを合わせてキリヤマウンテンという町ですねここはキリヤ山とキリヤマウンテンは別物と考えて、このキリヤマウンテンナンバー2の山を誇るこの東岳と、そしたらこっちのキリヤ山、ここを交通で結んでいきましょうか。これ交通、標高が高い場所同士だから空路で繋げるのが一番いいんだけど、空路はお金がかかりすぎるので、まあそしたら鉄道か、バス、バスで、このキリヤ山と東岳を結ぶのもありかもしれないけど、高速バスみたいな感じで。ただまあせっかくなら鉄道やりたいですよね。こちら鉄道をアンロックします。よし。これで、まずはこの鉄道を、駅を置く前に車両基地を置かないといけないのか。駅の場所をまずどうするかですよね。ただこれせっかく鉄道で行けるようにしたので、居住区の近く同士で行き来できるようにしたい。ただスペースがあんまりないんだな、この辺高校の隣とかで行けるかな。ただこっちの東だけの方は区画を作れる場所にとりあえず住宅を置いていってるので、どこが住宅地とかが明確に決まっていないんだよなこれどうしようとりあえず一番高くにあるここでいっか。一番高いのはもちろん向こうの東岳ですけど、まあここでいっか。そしたらこの辺に鉄道駅を作るとして、まあこの辺に車庫作るか。この鉄道駅とつなぐ形なんだけど、これまっすぐつなげようとするとここ標高差が大きいんで、
ここから線路がつながらない可能性があるというかそもそも向こうまで線路つながるのかな。そしたらここに鉄道車庫を作ります。そしたらここに鉄道駅を置く。よし、こんな感じで山の頂上に鉄道駅を作った。んで、これ本当に大丈夫かな。そしたら今度こっち側居住区のそばに作りたいけど、ただ騒音もあるんだよな。騒音に気をつけつつ、いや、これそういえばこれ高校建てた時あんまりここに居住区作れるスペースがなかったんですよね。区画を作れるスペースがなくて、ここに無理やり作った感じだったので、こういう区画を作れる場所じゃないと駅とか置けないから、いや、ここに置けるか、ここ、どうする、ちょっと待てよ利便性を考えると居住区がここにあって、道はどうつながってるんだ、これ道がこんな感じでつながってる。あ、でもここって結構割と利便性いいのか。ここっていろんな道とつながってますね。商業地区にも近いし。そしたらここに鉄道駅を作ります。よし、んで、ちょっと待て待てあれが車アクセスなし、ちょっと待てちょっと待て、車のアクセス考えてなかった。これ無理やりつながらないか。こうしてちょっと待てよ、やっとつながった。よしちょっとだいぶ苦戦した、だいぶ苦戦したけど、ちょっと道路の形も少し変わりましたが、これでつながりましたね。まずここの鉄道駅からここの地下道トンネルのところにつなぐ道を作って、そして今度こちら側でこの高校とこんな感じでつなげました。高校がね、最初はここから、ぐるっとこっちにつながるような感じになっていたんですけど、その道とここの駅をうまく組み合わせられなかったので、ここの高校からは一度こう戻ってこう右に行って、駅前を通ってここからトンネルを通ってこっち側に行くという感じになりました。なので駅を使わない人はちょっと徒歩ではこっちの高校に行きづらくなったんですけど、そもそもこの高校が10人しか通ってない本当に田舎の学校みたいな感じなので、まあいいでしょうあとはまあバスも設置しますし、まあこれでいいでしょう。そして、今度はこっち側ですね、こっちの東岳の鉄道駅をここの居住区とつなげられるのか、これここはうん駅前からここまで道路を下ろしてきたけど、こことこの居住区の高低差がつながった、よしだいぶ時間かかったこれで、こちらの東岳駅からこのぐねぐねしたいろは坂みたいな感じで下まで降りていって、そしてここから居住区にこのままつながればよかったんだけど、傾斜が急すぎてつながらなかったので、この居住区をかすめてここで地下に入る、地下に入ってトンネルでこことつながる、ここのトンネルですねここのトンネルとつながっている。よし、あとはこっち側ともつなげればかなり良くなるけど、つながったよし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 、だいぶ複雑な感じの場所になったけど、これでこっちの前回最後の方に追加していったこの辺の中密度の居住区と、向こうの道がつながった、かなり入り組んだ感じになっている。そしたらこれで次はここの東岳鉄道駅、ちょっとこれも名前を変えよう、東岳駅、そして桐谷山駅、この2つをつなげる。これつながるか、これは伏線で、これそもそも下に降りれるのか、これここまで行ける、
山頂に立てたのはまずかったか。どこにも下ろせないぞ。ちょっと待てよ。これって直接こっちとつなげればここまでなら編集可能範囲外と出るだけで傾斜が急だとは言われないんですよね。こっちまで行くと傾斜が急と言われる。ここまではいける。ちょっと一旦ここまで。いや、これ鉄道だけで30万もかかるのか、お金。そういえば前回借金して、マイルストーン達成したから、あれ返した方がいいか、お金。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。前回の融資が45万。これで毎月の返済額ってこれ元本減ってるのかな。これ早めに返さないと元本は減らないのか、利子だけ払ってる。とりあえず45万返そう。そして残り57万。お金57万。とりあえずここまで30万。ちょっとこれを敷いて、そしてこれは厳しいのか。これは厳しいか。つながった。ここまで来て、ここが駅だけど横に行って、そしてここから少しずつ傾斜を高くしていって反対側につなげる。これで行けたぞ。こちらの桐谷山駅から見るとこんなすんごいな。こんな感じで鉄道が伸びている。めちゃくちゃ怖い。絶対乗りたくないわこれ。ジェットコースターみたいな感じ。そしてこっちまで行ってもうすぐそこが駅がある、東岳駅があるんだけど、そこまで行けないので直接上には行けないから、この山の尾根に沿って少しずつ高度を上げて反対側から着く。よし。で、反対側から行くとなるとこっち側、ここの車両基地との接続どうしよう。あ、でもこれはこのまま行けるか。ここで接続する。よし、これで行けた。やっと行けた。めちゃくちゃ時間かかった。で、あ、そっか、ここの道路もつなげないといけないのか。よし。さあ、これで大丈夫か。あとはここにバス停を置く予定なので、で、バスが途中で U ターン、一直線でつないでると向こうの鉄道車庫まで行っちゃうから、U ターン用の道路だけ、ここに作って、よし、これでいっか。こんな感じで、こちらに鉄道の路線、ここと、桐谷山駅、ここをつなぐ。そして東岳駅へ戻ってくる。よし。あとはバス車庫も置いて、そしてバス停を置いていくんだけど、お金がだいぶなく、あと5万しかない。待って、これも、いや、これ支出多すぎないか、これ。交通のマイナス14万、マジか。50でいいや。こうして。いやー、これ、財政がやばすぎる。ただ、かといって、これ、多少、予算増やしたところで、大して変わらないんだよな。税率 30% にした場合、これでもダメか、これでもマイナス6万か。とりあえず何か融資、町の運転資金20万くらいはないとまずいんで、これで、あとはバス停を置いていこう。で、この鉄道ができたことで、うまい具合に、収入上がるのかな、これ。よし。これでバスの設定も終わりました。では、これで行ってみましょうか。ちゃんとうまくいけるかどうか。ここで時間進めていきます。さあ、まずはこの車両基地から来ましたね。出ましたね。よし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 。さあ、こちらオレンジ色のこの列車がここを上がっていく。すげえ。完全にジェットコースターを登っているような気分。さあ、そしてまずはこの東岳駅に行く。で、ここはまだ開通したばかりなのでここまで移動してきてる人はいない。よし。そしたらこれで進んでいきます。さあ、こちらで、わわわわわ、これで鉄道がここで桐谷山に向かって降りていく。よし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 。これはいいぞ。こんな感じで桐谷山に向かっていく。さあ、ここでゴミ処理場と、そして石炭火力発電所、この煙を見ながら坂を下っていきます。
さあこれで桐谷山駅へ到着。さあそしてこちら桐谷山駅ですけど、まださすがに人、あ、なんかいる。これは、あ、従業員か、あ、違う、これは駅で働く人じゃないわ。行き先が、あれ、ここ、ちょっと待って、帰ってくる、ん、いや違う、でもこの人向こう駅に入るか。ちょっと時間進めて、あ、でも駅行きますね。駅の方へ向かって行っている。違うわ、出ていく。あれこれバイクをここに置いただけ。車両なし、現在使用可能な車両がありません。ん、車両なし、交通の予算下げすぎたか。こちらのベンジャミン・ジョンソンさん、ここの、あ、この人もここ来ましたね。このメイソン・デラローサラさん、これも無料でここの駐車場を利用してるようなものか。これマジか。あ、違う、ここでバス停に乗ってくれるわ。バスに乗ってくれる。よし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 、これはこれでいいか。これなんかここ駅を訪れる人はいるけど、ここの駐車場を使ってどっか行っちゃうのか。駐車場料金かけるか、これはまあとりあえず10ユーロでいいか。こっち東岳駅も10ユーロお金をいただく。さあそしてここでバス車庫からバスがどんどん出ていきますね。さあこちらもお客さん来ましたけど、これもみんなここのバス停使うんだ。車でこの駅まで来て、そしてバス停でバスで行く。なぜそんな、ま、回りくどいこと。いや待って、これバス停なんかすごい人気だな。まあ、確かに交通機関が全くない状態で、あ、でもこれ待機中の状況が、あ、待て待て、お客さん来た、お客さん来た。うん、こちらニコル・ファーレイさん、悲しい悲しみのニコル・ファーレイさん、高齢者帰宅中。こちらの方が桐谷山駅へ来てくれました。これ接続の関係で2番線の方なので、ちょっと利便性悪いけど、こっちに来て、そしてここで次の列車を待ってもらいましょう。あ、来ましたね。よし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 。さあ、こちら、ニコル・ファーレイさんがここで、この鉄道に、走ってる走ってる走ってる。この鉄道に乗り込む。さあ、そしたらこの鉄道を発車していきます。この、すごい。この高低差をしっかりと登っていく、このキリア鉄道。おお、こんな感じで山を登っていく。そしてここで一度トンネルに入って、この山を迂回する形で少しずつ高度を上げていって、そして反対側からこの東岳駅へ行く。あ、結構お客さんいるぞ。ちょっと待って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 、つい時間を止めてしまった。ここお客さん来てますね。よし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 。さあこれでこちら桐谷山駅、ここで結構こうお客さんが行ってくれる。よしよしよし、お客さんが利用してくれています。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。さあこちら犬も連れて動物も連れてここの駅に入る、この鉄道に入る。よし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 。さあこれで今度はこの駅のホームから見下ろしていきましょうか。あの桐谷鉄道、ここから出てくるはずです。さあこのトンネルから出ていって、そして向こうの桐谷山駅へと向かっていく。よし、これはいい感じで運行できましたね。今これ15人乗ってますね、15人、15人こちらの旅客列車に乗っている。そしてこちらにたどり着いて、ここでもちらほらお客さん、あ、でも奥から来てるわ。これバスのあれかな、お客さんかなまとまってこっちに来ている。さあこれで23人、そしてペット2匹乗ってくれて、そしてまた出発していきます。さあこれで鉄道が出発していきましたが、今たどり着いたこのお客さんたち、こんな感じで来てくれてますね。よしよしよし、結構盛況だぞ。そしてこのバス停も、待っているお客さんがこれだけいる。これ全部車両数最低本数にしたけど、まあ大丈夫かな、よっぽど混まない限り、お金もないしよ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 し。さあこれでこの街に交通ができた。で、あとは問題は赤字。問題は赤字をどうするかですけど、あ、ここもすごいな、これ。これバスを使ってほしいから、駐車場料金割と高めでもいいのかな？ちょっと固定25ユーロにして、駐車場が高くて車では来れないという人は、バスを使って来てほしいですもんね。そしてこれで、今度また新しく、前回この低家賃住宅が作れるようになったので、低家賃住宅を作れば、この賃料が高い問題、ここら辺でたくさんいる
賃料が高い人たちが低家賃住宅をうまく使ってくれれば割と問題もなくなっていくかもしれない。そんな感じでまたこの街をさらに発展させていきましょう。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。